インプラント治療後の再埋め込みなどの保証はどうなっているか。今回はインプラント治療を終えた患者様がインプラントが抜けてしまったという時の対処法、保証についてお話をします。当院では保証期間を設けています。10年間という期間は決して短い期間ではありません。確かに一生保証と言いたいところですが、それはさすがに無理なので10年は持つ、10年は大丈夫、問題なくという意味で10年と設定させていただきました。その間にインプラントが抜けてしまうことがあるようでしたら、もちろんこちらで全額当院持ちでインプラントをやり直します。10年以内にダメになるということを考えて治療しておりませんので、まずそういう心配は必要ないとは思いますが、相談された時にはそのように説明します。全く金額はかからないので、もう一回手術は確かに嫌なことですが、今後10年20年ご自分の歯を守るために必要なものと考えると、そのオペの2回目のオペっていうのは必要だと思うので、それは遠慮しないで、嫌な気持ちにはなるかもしれませんが、当院でしっかりとアフターケアをさせてください。もちろんそれには定期健診に通っていただいていないとその保証は受けられなくなってしまうので、ご自分の歯を守る、インプラントを守るという意味でも定期健診はしっかりと来た上で、ダメになった場合にはもちろん保証します。まずそのことがないと思います。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。